単音階とは全音階の一種。ポピュラー音楽界では英語でマイナースケールと呼ぶことが多い。最も基本的な単音階は自然単音階であり、その他に火星単音階、旋律単音階が存在する。一般的に単音階は陰気、悲しさといった感情を冷気するが絶対的なものではない。例えば、 ユーロビートなどは単音階で作られる曲が多いが、テンポが早いため、陰気さはあまり感じられないことが多い。また、早朝な表現や、勇敢、ワイルドな表現、冷淡、恐怖感の表現にも適している。異単調の譜面全音階を、ラから、ラまで上行することで生まれる音階であり、主音から全音半音、全音、全音半音,全音、全音、全音という音程感覚となる。 自然単音階では、主音直下の音階構成音が全音下の音になるため、その音から上行して主音に行っても、終始感が乏しい。終始形のそれを改善するため、このセブンド音を半音上げて、主音のすぐ半音下の音としたもの。俗数ネガナナの和音の場合は、不協和な三全音が入ることもあり、自然単音階の素朴な物悲しさに比べ緊張感が強まり、 より機能化星的収支感が強まる。化星的単音階という名称は、これによるものである。化星的単音階は、火星の流れとしては使いやすくなった反面、シックスドー音とセブンドー音の間隔が増二度となり、西洋古典音楽の価値観では、メロディとしては、少々不自然であるとされた。化星単音階の増2度進行の不自然さを解消するため、 俗和音を伴って上行するときは、セブンドーンに加えて、シックスドーンも半音上げ、下行するときは、シックスドーン、セブンドーンとも半音像を行わない音階である。ありがとうございます。